カズレーザーは大学時代に銀行への内定が決まっていたが、悩んだ挙句消去法で芸人になった。カズレーザーが売れない時代は、芸術家に拾った流木を売るバイトをしていた。若手時代にはピンであまりにも滑り続けてマネージャーから、このまま滑り続けて死ぬかコンビを組むかどっちなんだ、と言われた。学生時代のアルバイトで家庭教師をしていたが、金髪で赤い服という今と同じ格好のため信頼してもらえなくてやめた。 カズレーザーは孤独死をした人の自己物件に住んでおり、亡くなった人のシミの上で普通に寝ていた。